朝霞市立朝霞第一小学校は、埼玉県朝霞市膝折町4丁目にある公立、小学校。通称、朝市小。市内では、朝霞第二小学校に次ぐ2番目に創立された。1999年に、本校の児童増加に伴い鉄筋3階建て中に、教室校舎を設立したが、周辺2校も、同様の児童増加に伴い、2001年に、 朝霞市立朝霞大中小学校を創立し、学区変更と自動分離したが、当時とほぼ同数の自動数となっているマンモス校の一つである。校歌の作詞は佐藤八郎、作曲は藤山一郎。優しい子、考える子、たくましい子校舎は本校舎、北校舎、西校舎、新校舎の四つがあり、北校舎は本校舎と一体となった作りである。 西校舎と本校舎をつなぐ国際通りでは外国の児童の絵画作品などが展示されている。また、新校舎とも一体となった作りである。新校舎には普通教室のほかに教室使用した多目的ホール、パソコン室、図工室、第二理科室がある。3階南側に設置されている大時計は新校舎落成記念に PTA 主限回収により購入し、 贈呈された。校門は、正門、膝折門、溝沼門、東門の4つあるが、正門は、通常器は使用しない。入学式遠足会校記念日、スポーツテスト支給に、大会修学旅行林間学校周期大運動会、遠足し、陸上大会作品展開きぞめ大会バイキング、給食卒業式。ありがとうございます。